皆さんこんにちは。今回ですね、ニコン Z6III のですね、1ヶ月使ってみて、そのレビューというところでですね、行ってみたいと思います。まあ、Z6III になってですね、やっぱりサイズ感っていうところと、それから 6K のローまでが撮れるっていうところ、動画機能のところですね、サイズ感っていうのと、何にでも使えるスチルも、ファインダーがとっても綺麗で、めっちゃ使いやすい、プラスかなり、しっかりとした収録もできるっていうモデルとして、もう何にでも使えるハイブリッドミラーレスっていう感じですね。まあ、Z6 はかなり値段もね、バランスいいところにあるので、ほとんど死角がないぐらいの、スペックなんじゃないかなというふうに、まあ、思うんですけども、っていう中で、まあ、争点としてはやっぱり皆さんのコメントを見る限り、まあ、動画の方の 12bit ロー記録がどのぐらいの実力なのかっていうところが結構気になるポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、フルサイズの 6K の 12bit ロー、それを詳しく検証していく動画となります。チャプター作ってますので、適宜ですね、概要欄開いていただいて、ポチポチと見ながら見ていただければと思います。はい、それでは画面に切り替えます。どうぞ。はい、それではですね、コメントでも質問がありました。ファイルサイズ、B ローと N ローの比較した時のファイルサイズなんですけども、それぞれ7分ぐらいの、まあ、ポケットシネマカメラ 4K の CQ コンスタントクオリティの0と N ローの 4K のハイクオリティの方ですね、だいたいそれぞれ7分ぐらい収録した場合のファイルサイズとなるんですけども、 B ローの 4K の方はですね、 37.59GB だったのに対して、 N ローの 4K のハイの方はですね、 30.33GB ということで、どっちも収録できるところの中で最も圧縮しないものだとするならば、 B ローの方が若干ファイルサイズが大きいっていう形になります。例えばコンスタントビットレートの3:1とかみんな使うと思うんですけど、3:1とか5:1とか B ローの方では使うと思うんですけど、そういう風にしてくると B ローの方もファイルサイズが小さくなって、 N ローと比べるとだいたい同じぐらいになるんじゃないかなっていう風に、まあざっくりとそんなに圧縮率変わんないんじゃないかなっていうのが僕の感想でございます。ちなみにですね、ポケットシネマカメラ 4K との B ローは全部比較になってるんですけど、ちょっとポケット 6K とか、ポケットじゃないシネマカメラの 6K のフルフレームとかも比較をしたくてですね、購入したんですけども、ちょっと Z6 を返却するあれに間に合わずですね、ポケット 4K との比較になってしまっておりますので、ご容赦くださいませ。まあ、6K フルフレームもポケット 6K もなぜか、買ってしまったんで、後々ですね、また紹介する動画なんかを作るかもしれないです。はい、はい、それではですね、 N ローの ISO 感度別のノイズを見ていこうかと思います。まず、紹介動画を流してみてようかなと思います。どんな風に変わっていくかっていうのと、あと B ローと並べてみた時にどんな風に変わっていくかっていうのをちょっと流してみようと思います。どうぞ。
はい、まあ、全体のどんな感じかっていうのをですね、確認しますと、まあ、N ログの場合のベースの ISO 感度、デュアル ISO 感度ですけども、ベース ISO 感度800と6400になります。 ISO 800の時は、まあ、感覚としてね、あ、なんかちょっとノイズ多いんじゃないかなみたいに思うような印象ですけども、ISO 200と ISO 400に相当する LO1 と LO2 っていうのが実はあるんですけど、まあ、拡張 ISO 感度みたいな、ログの時の拡張 ISO 感度みたいな扱いだと思うんですけども、それにするとノイズは少ないんですよ。 N ログのそのダイナミックレンジっていうところですね、それを一番活用したいっていうんであれば、やっぱりベース ISO 感度が一番いいかと思うんですけども、ノイズを減らしたいっていうんであれば、アンダーで、取ることでノイズ自体は減らせるということになると思います。はい、また気づいたところとしては、まあ、ベース ISO 感度の下の方は ISO 800から、1段上の1600にすると、まあ、ちょっと増えると。でそれよりも、ISO 感度6400から1段上の12800にした時の方が、ノイズの増える量が多いなっていうのを気づきました。またですね、まあ、ベース ISO 感度6400の時はやっぱりクリーンになっていて、これはもしかして内部的にノイズリダクション処理がもしかしてなされてんじゃないかぐらい綺麗なんですけども、まあ、しっかり使える感じではあると、綺麗な、フッテージではあると思いますので、まあ、例えば FX3 が12800上の方は、ベースの感度だと思うんですけども、それの一段低い ISO 感度6400っていうのが、まあ、ベースとして設定されてるとこから見ても、基本的には一段下だけなので、ベース ISO 感度6400っていうのが使えるっていうのはかなり暗所耐性が強いんじゃないですかね。暗所耐性強く、いけてるんじゃないかなっていうふうに思いました。それからですね、ノイズのところでポケット 4K とですね、比較しているんですけども、まあ、全体としてはセンサーサイズも違うので、高感度に関しては、ノイズに関しては、Z6 の方がやっぱり強いんだなっていう感想を僕は持ってます。Z6 の方が色の破綻とかもどんどんしていかないで、保持していってる感じがあります。それではですね、CVP とかでよくやっている、ダイナミックレンジ耐性比較みたいなものをやってみました。こちらもですね、ちょっとザザッと流してみてみようかと思います。どちらもベース ISO 感度で撮影してて、 Z6 の方は ISO 感度800、ポケット 4K の方は ISO 感度400で撮影していってます。それではどうぞ。
ですね、まあ、これパッと見たときに Z6 の方がアンダーからの復旧したときに、ノイズがめちゃ出てて、ハイライトからの復旧したときはとても保っているように見えます。で単純に、これってもしかしてそのベース ISO 感度の設定時にログの N ログだとすれば、ログのガンマカーブをこう設計するとき、ポケット 4K だったらブラックマジックデザインフィルムを設計するときに、センサーのどこからどこをうまく使いますかっていう話で、それの設計の違いだなっていうのを僕は今回とても思ったんですよね。というのも、まあ Z6 の方がなんかアンダーカラーの復帰に弱いように見えるんだけども、これ一個ずつずらすとですね、なんかね、ノイズのね、出方がね、一緒になるんだよね。でベース ISO 感度が800と400でもともと1個ずつ違うじゃないですか。だからなんていうのかな、 Z6 の2個の N ログの方っていうのは結構高感度に強いようにわざと800から始めてるみたいな。だから800の時点でポケットとか B ローと比べると若干ノイズが1段分ぐらい多いように見えているみたいなっていう。だセンサーのまあそのやっぱ違いとしてはマイクロフォーザーズとフルサイズ程度の違いであって、あとはそのどこをどうなんかそのセンサーとか12ビットっていうもののダイナミックレンジにこう敷き詰めていくかの設計の違いでノイズの現れ方がアンダーの時とオーバーの時とで違うみたいな印象を持ちましたので、性能的に比べるともちろんその暗所自体に強いのはフルサイズの方の Z6 だと思います。ただそのローの性能を比較するした時に大差はないなっていうのが、てかほとんど一緒だなっていう。あとカラーサイエンスもあるかもしれないけど、ニコンの方は最近レッドの方のねラットも出てきたんで、ローのそのなんか良さに関してははっきり言って大差ないなっていうふうに思いました。とはいえ、まあ Z6-3 で初めてですねローを触るでカラーグレーディングとかをするっていう人たちも多いと思うので、おすすめのダヴィンチリゾルブでのおすすめのノイズリダクション方法っていうのをお伝えしておこうかなっていうふうに思います。ですごい簡単なやつで、いろんなところに応用が効く再現性が高い覚えやすい方法でいこうと思います。はい、じゃあまずですね、ノードをこう入れまして、テンポラルノイズリダクションですね、ノイズリダクションがここにあるんで、これ3にしまして、ここベターにしまして、ここのリンクを切りまして、クロマを100にします。クロマノイズが結構 Z6-3 は多いんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。そしたらスペシャルノイズディレクション、空間的ノイズディレクションに行きまして、ここで、起動ノイズを100にします。はい、まあ、これでありなしで見ると、まあ、完全に消えてるわけじゃないんですけど、あ、こっちはこのタイムラインでやるのはこれやばい、このタイムラインでやるべきではない、ノイズ比較の方ですね、もうついてますね。はい、これがですね、プレイバックのタイムラインレゾリューションフルにしまして、この状態のクロマノイズの状態だったのが、今さっきの、方法、全く同じ方法ですね、やると、まああんまりそのシャープネスっていうんですか、あの解像度にあんまり影響しない感じでノイズを減らせる。まあその代わりめっちゃ重いんで、こう再生できなくなっちゃうんで、オフにしといて編集して書き出しの時に最後にオンにするとか、キャッシュを使うとかっていう方法がいいと思いますけども、おすすめのノイズリダクションの設定でございました。はい、以上がですね、まあ、Z6-3 のですね、まあ、ローの研究ということでございました。まあそれからですね、まあこれもう Z6-3 返してしまって、23日までにブックの方でレビューを書かなきゃいけないんですけども、その前にこの動画を出したいんですけども、また砂浜に戻ります。それからですね、まあ1ヶ月使ってみてのデメリット、気づいたところをここに一応まとめておこうかなと思います。まあ、デメリットとしては、またこれちょっとマニアックっていうか細かいんですけど、モニターを外部モニター接続した時のプレイバックをする際のタイムラグがちょっと長いんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはそのシャッターボタンと動画レックボタンっていうのは違うボタンなんですけど、シャッターボタンで動画のレックを開始できないっていうところが、僕は結構大きい方のボタンの方が分かりやすいから、レックボタン、シャッターボタンでやっちゃったりしてるんですよね。でそれを割り当てる、ショートカットがなくて、動画を回したいときは、動画レックボタン、
押さなきゃいけない、まあ、ここは個人的にはなんかもう探しにくいんで、ちょっと探しにくいなって思いました、うん、あとはそのレッグを押してからの実際にレッグが開始されるまでのタイムラグが、例えばポケットシリーブラックマジックとかで比べるとある、ので、まあミラーレスだったら他のミラーレスとは大差ない感じかもしれないですけど、まあレッグボタン押してから少し1秒ぐらい置いてからレッグが開始されるんで、タイムラグがあるなっていうふうに思いました。まあそんなところかな。なのでやっぱりまあローの体勢に関しては、例えばブラックマジックの 6K フルフレームが出たと思うんですけど、まあやっぱり動画のカメラとして、それだけで使うっていうことであれば 6K フルフレームの方が多分綺麗だと思います。ただし、スチルも撮るかもしれないとか、バリアングルが欲しいとか、軽い小さいものが欲しいとか、本当にオールマイティなユースケースを想定している場合ですね、 Vlog も含めて。その場合はやっぱり Z6 タイプっていうんですか、まあ、バリアングルハイブリッドミラーレスタイプの Z6 の方に軍配が上がるかなと思います。はい、まあローの方も、基本的には全部もうめっちゃ綺麗だし、ノイズも処理することが容易にできると。で、ノイズが嫌なのであればログにしないっていう手もあるし、ISO感度を下げて撮るっていうこともできるので、まあ総じてそのやっぱり死角はないなっていう、もう一番便利なところの、しかもゼニビットロー収録までできちゃう、かなり高機能のカメラなんじゃないかなというふうに、全体としては思いました。なので、例えばブラックマジックだけしか持ってないとか、アルファもね FX3 しか持ってなくてスチルがやんないんだよなみたいな、でもやってみたいんだよなって方は、Z6、Z シリーズ、行くのはかなりありなんじゃないかと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのチャンネルではですね、アート、ライフ、ミュージックのテーマで、動画をお送りしております。今日はちょっと気分を変えて、ちょっと石垣島にちょっと湯やってきてまして、海を背景に、爽やかに、お送りしてみました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。